バツイチリターンライダーでコミネマンチャンネル管理人です。今日の元ブログでお聞きしたいのが、皆さんは動画をアップした後のデータをどうされているかということです。私は撮影した元データは全て削除をしていますけども、編集して YouTube にアップしている元ブログについては全て今のところデータで保存しています。最近も YouTube で誤ってアカウントが停止されてしまったというような事例がありましたよね。そういう時に備えて動画は全て保存してるんですけども、さすがに本数が多くなってくるとパソコンの容量も結構食ってきますよね。なので皆さんはどのようにアップした動画を保存しているのかお聞きしたくて、今日は元ブログをしています。やっぱり外付けのハードディスクに保存して本体の方には保存しないという方法を取っているのでしょうかね。それとも全て動画として投稿したデータはこれも削除されてるんでしょうかね。何かヒントがあれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。それではまた。